皆さん、こんにちは。今日は、韓国のグループをご紹介したいと思います。YG エンターテイメントにより、2NE1 以来7年ぶりのガールズグループです。彼らは、ブラックピンクです。ブラックピンクは、韓国の4人組女性アイドルグループです。YG エンターテイメントに所属しています。2016年8月8日に、 シングルアルバム、スクエアワンでデビューしました。12月から翌年の頭にかけて、第18回エムネットアジアミュージックアワーズ、第8回メロンミュージックアワーズ、第1回アジアアーティストアワーズを含む多数の受賞式で新人賞を受賞しました。グループ名は、最も綺麗な色として表現されるピンクと、 それを少し否定する意味で、ブラックを前につけて、美しいものがステてデではないと表しています。また、特別なものの前に、ブラックという名称がつけられるように、スペシャルな女性グループという意味も含められています。東アジア、東南アジア、西アジア、インド、アメリカを中心に、 世界的人気を誇り、そのファンの数は膨大で、YouTube のチャンネル登録者数は女性音楽アーティストとして世界で最も多いです。また、メンバーの Lisa は Instagram のフォロワー数がアジア系ユーザーで世界で最も多いです。